皆さんこんにちは、フォーゲーマーのオレッチです。どうも、コウスケです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、言霊、コウスケ編からのオレッチ編でございます。はい、はい。まあ、私はですね、他の動画でも再々言ってるんですけど、うん、オーロラが欲しい。オーロラ、こいつマジ強えのオーロラさん。このね、まあ、ダークブラスター、はい、3文字で作れるダークブラスターは、うん、5回をランダムな敵に強力な闇属性攻撃を与える、まあ、これも結構強力なんだけど、はいはい、どっちかって言えばこの超ガチダークブラスター、はい、9回ランダムな敵に超絶強力な闇属性攻撃を与える。めちゃくちゃ強いじゃん。そう、しかも4文字って、ね、そうなの、よく気づいたね。そうなんです。他のやつって結構5文字で超強いですよね。で、ダイヤの剣っていうミコシリーズっていうのがいるんだけど、うん、そのミコシリーズでも、5文字で、10回攻撃、うんうん、単体10回攻撃、まあ、指定のキャラに10回攻撃できるっていうメリットあるんだけど、うん、でも5文字なのに、このオーロラは4文字で9回ランダムの敵に超絶強力。いや、めちゃくちゃ強いわ。しかも「お」だから伸ばし系でも使えるし、そうで使いやすい、文字的にも、うん、で何て言うんだろうな、敵が1体だけだったら、うん、ランダムダメージで結局そいつにしか当たんないから、そうね、 9回ダメージが、そう、超強い。光のね、降臨系だったら絶対めっちゃ強力だぞ、うん、マジで欲しい。ただ、まあ、我々今回挑戦した星5は、うん、火なんで、はい、俺はトリドン持ってないから、はい、まあ、トリドンも欲しいですね。トリドンも敵強いよ。いや、めっちゃ強い。まあ、この辺りですね。この2体どっちか出たら、はい、すごく嬉しいです、うん。ほな行こうか。私今4000個あるで。うわ、だいぶ貯めた。がっつり引いてください、がっつり。しかも今ね、ゴールデンウィーク来てるからね、結構。うーわ、もう全然心開いてない。はい、こっからあるのかな。ドゥンドゥン。あの一瞬変わるのがやめてほしいわ、ね、心臓に悪い。どっちか一個だけ。ああ、一番平和なやつね。あの手はね、うん、あのカジタクエストで、モンハン、うん、モンハンって作れるじゃん、うん、モンハンの門に冒頭で手と死重ねて、うん、デジモン、あ、はいはいはい、デジモンハンめっちゃ強い。デジモンハン、そうで、この手のキャラクターは単体攻撃に、あの槍のバカランスとかめっちゃ強いね、うん、ぜひあのお使いください。はい、マフィアカチャください。はい、次行きまーす。はい、ガンガン行きましょう。これはね、コルダマンよし。おん、でもこれ8分咲きぐらい、ね、6分ぐらいじゃない、これ8分いってる。さあ、ここ、うち、え、あ、うわ、ウジコルパターンじゃね。フルフル。いや何回こっから変わるか。でも3つも出ましたよ、3つも。まあね、金2つ出れば俺結構当たりだなと思ってます。まあ、あのなんだ、ユニコーンみたいなやつ。ユニコーンのやつです、ね、あいつも、うん、あのカジタクエストで活躍します。あ、なるほどね。とはフェイトのフェイトと使えると、あとね、ご存知ですかね、フェイトよりもね強いワードがある、トンフェイ。何トンフェイ。これみんな使ってほしい、ほんと。何トンフェイ。俺もカイさんに教えてもらって初めて知ったんだけど、あのトンフェイっていう言葉があって、なんかどっかの国の体操らしいんだけど、あのフェイトって作りがちなんだけど、あのカジタクエストのエリアに行って横に2体並んでるじゃん、あの時に、まあ、あのカジタ本人を狙うよりも横から倒したい時とかはトンフェイの方が文字が長くなるから強力なの、ね、で、トを出す前にみんなのデッキを確認して「ん」があれば、うんうん、あのフェイの前に「ト」を置いてほしい。あ、フェイの前の前に「ト」を置いてほしい。なるほど。でトンフェイ作るとめっちゃ強い。トンフェイ、これ覚えてる。トンフェイトで、そう、トンフェイトがめっちゃ強い。はいはいはい、これ覚えてください。はい、次いきます。やっべ、あと2回これいけんの。うわ、来た。え、あ、流れた。今流れ星来たね。星流れたよ。さあ来い。あるよこれ。あー、確定。さあ、いや、まあ、怖い。トリドン欲しいって言ったけど、でも他にもいますからね。いや、もうオーロラがまず欲しい。さすがに1個歯かぶんだ。歯かよ、歯かぶりそうだな。なんかよく見かける気がする。あ、いいじゃないですか。これ、あの破竜系になったらもう、もういい。破竜系になったらもういい。お、おお、ハイモです。ハイモです。初めて。いいですね。当たりでございます。当たり、星5出ればこのゲーム結構当たりですから。確かにね。俺でもね、多分これで闇がちょっと抜けた気がするな。今ね、全部2体ずつぐらい出てるの。はい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 。これで3体目ぐらいじゃないかな。いいじゃないですか、もう出てるって。あと1回あるんで。さあ、あと1回。これ、これ流れ途切れさせちゃダメなの。流れ、もう下。あら、完全に閉じてるな。おー、
嘘でしょ、これ関係ないんじゃない、上のこのつぼみさん。あー来てる、うわー、もうやめてよやめてよやめてよ。おか、なんだっけ、おかと、と、おかと、しかも2個来てる。ここなんだ、なんで2個来てるよ、来るんじゃない。どーすごい、来たじゃん、すげえ、来たじゃん。そしてあとなんだ、こってなんだ、こうすけ、こうすけかな、こうって実装された、こどれくれくれくれ、見たら分かんない、あ、持ってるダブリでございます、持ってる。いやー、いいんじゃない、いいじゃないですか、トリドン来てんの、トリドン来たわ、これ強化ですわ。ちなみにトリドンも、うん、あれですね、開拓クエストのトンフェイの時に、あ、なるほど、トンフェイの時めっちゃトンフェイだから、さっきのユニコーンとトリドンを一緒にやればめちゃくちゃ、そうなのよ、いいっすね。ユニコーン確か連続4回攻撃ぐらいだった、あ、そう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 、うん、その辺でうまく使ってほしいな、トンフェイトで、皆さんトンフェイトで皆さん、ああいうことはトンフェイトでございます、トンフェイト、あとデジモンハン、デジモンハン、これも忘れなく、はい、やった、いやー素晴らしい、という感じで今回大成功でございます。はい、次の動画ではですね、このトリドンが活躍するかどうか分かりませんが、星5する当店、うん、見てみたいなと思います。はい、どちらかといえば私よりもコウスケの方が心配ですけど、やばいわいけんのか、頑張ってもらいたいなと思います。はい、はい、という感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画でバイバイ。